ニーハオ、リュウハワタナベです。台湾で占術師と占い学校の校長先生をしております。今月の占いについてお話しいたします。なお、この後からは AI がお届けいたします。犬年生まれのあなたは忠実で誠実、そして信頼性の高い性格です。仲間や家族を大切にし、困っている人を助けることが得意です。しかし、その反面、頑固で柔軟性に欠けるところもあります。2024年8月の運勢を良くするためには、自分の信念を大切にしつつも、柔軟な姿勢を持つことが重要です。固執しすぎることなく、状況に応じて適応することで、新たなチャンスや人間関係が広がります。特に仕事や人間関係において、相手の意見や価値観を尊重することで信頼を築くことができます。このバランスを保つことで、困難な状況もスムーズに乗り越えることができ、全体的な運気が向上します。信念と柔軟性の調和が、成功への鍵となるでしょう。では、2024年8月の駅線カードを1枚引いてみましょう。ここで、勝ち心のカードが出ました。この毛は進展と成功、そして全身のエネルギーを象徴しています。今月は積極的に前進し、目標に向かって努力することが吉とされます。勝ち心のエネルギーを受けて、自分の信念を持ちながらも柔軟な姿勢を持つことが大切です。固執せず、状況に応じて適応することで、新たなチャンスや人間関係が広がります。特に仕事や人間関係において、相手の意見や価値観を尊重することで信頼を築くことができます。このバランスを保つことで、困難な状況もスムーズに乗り越えることができ、全体的な運気が向上します。信念と柔軟性の調和が、成功への鍵となるでしょう。今月は、積極的に行動し、前向きなエネルギーを活用して、目標達成に向けて努力しましょう。2024年8月の総合運を詳しく見ていくと、勝ち心の影響から、前進と成功がテーマとなる時期です。勝ち心は進展と成功、そして全身のエネルギーを象徴しています。今月は目標に向かって積極的に取り組むことで、大きな成果を得ることができるでしょう。特に、計画的に行動することが成功への鍵となります。仕事においては、自分のビジョンや目標を明確にし、それに向けて着実に進むことが求められます。計画を立て、段階的に実行することで、予期せぬ問題にも対応しやすくなります。また、他者との協力が成功の鍵となるため、チームワークを大切にし、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが重要です。この時期には新しいプロジェクトや企画が動き出す可能性も高く、積極的にチャレンジすることで自分のキャリアを大きく前進させることができるでしょう。人間関係においても、吉神のエネルギーを活用することで、新たな出会いや関係性の進展が期待できます。自分の意見をしっかりと持ちながらも、相手の立場を尊重し、協力して進める姿勢が大切です。コミュニケーションを積極的に取り、相手の話に耳を傾けることで、信頼関係を築くことができます。特に、職場やプライベートでの新しい出会いに恵まれやすい時期ですので、積極的に交流を深めることが吉と出ます。自己成長の機会としては、内省の時間を持ち、自分自身の価値観や目標を見つめ直すことが重要です。忙しい日々の中で、自分を見つめ直す時間を確保することは難しいかもしれませんが、リラックスできる環境を整え、自分の内なる声に耳を傾けることで、今後の成長につながるでしょう。例えば、瞑想や日記を書く時間を持つことで、自分の考えや感情を整理し、より明確なビジョンを持つことができるようになります。健康面では、心身のバランスを保つことが大切です。
積極的に前進するためには、心と体の健康が不可欠です。適度な運動やバランスの取れた食事を心がけることで、エネルギーを高めることができます。また、ストレスを感じた時には、適切なリラクゼーション方法を取り入れることで、心の安定を保つことができます。2024年8月は、価値心の影響から前進と成功がテーマとなる時期です。目標に向かって積極的に取り組むことで、大きな成果を得ることができるでしょう。特に、計画的に行動することが成功への鍵となります。人間関係においても、自分の意見をしっかりと持ちながらも、相手の立場を尊重し、協力して進める姿勢が大切です。新しい出会いや関係性の進展が期待できる時期でもあります。自己成長の機会として、内省の時間を持ち、自分自身の価値観や目標を見つめ直すことが重要です。リラックスできる環境を整え、自分の内なる声に耳を傾けることで、今後の成長につながるでしょう。このバランスを保つことで、困難な状況もスムーズに乗り越え、全体的な運気が向上します。